あんたみてえないい女の知り合いはいねえんだけどよ。口がうまいわね。私、何これ、なんて読むんだこれ。読めねえ。クスの木かな、なんだ、京子さん KMA の頭。え、は冗談だろ。え、マジ女が KMA の頭なの。嘘でしょ。あ、メール来た。完成中央公園は自分のアジオに帰ろう。そっかそっか。よかったじゃん。え、女の子？お、おひさ、あかねちゃん、久しぶり。この間来てくれたんだって？ごめんね。今度は大丈夫だと思うからさ、会いたかったら並び後の番勝ちに来てよ。行きます。あかねちゃんのためなら、番勝ちにまた行きまーす。メインストーリーちょっと待って。行くぞ、恋愛イベント、出発。来たー、恋愛イベント。どうだ、あれからムクロのやつら来てねえか。相変わらず可愛いな、この子。何？心配して来てくれたの？優しいとこあんじゃん。今んとこ別にそんな、なんか性格悪そうな子でもなさそうだけど。これも何かの縁つうことでよ。あれから来てないし、何かしたの？ちょっと説教してやったんだよ。実はここで派手にしつけてしてやったんだ。なんだこれ？ちょっと説教してやったんだよ、いいんじゃね？どういう選択肢だこれ。別に、ちょっと説教してやったんだよ。他は何もしてねえよ。なら早く言えばよかった。ほんとうざかったのよね。ねえ、じゃあ私、もう中華街に行っても大丈夫かな？いや、そりゃ知らんけど。もう大丈夫なんじゃねえの？何それ、なんかちょっと不安になんじゃん。責任取ってついてきてよ。なんか、積極的な子というか、まあ明るい子というか。はぁ、なんでだよ。いいでしょ、完成の駅前で待ち合わせだから。じゃ、よろしくね。なんというか、読めない子だな。随分と勝手な女だな。まああれくらいの女の子ぐらいでちょうどいいんじゃない、ナルセは。活発そうな子だよね。まあどっちみち中央公園に帰らなきゃいけないから、完成に帰るか。まあちょっとこっちの鳴海浜のアジトも取っとかないとな。あ、どこだ？あ、ここか。なんだろう。ん？あれ、パラダイスか。何やってんだ？まさかこんなど真ん中にアジトを構えるなんて。潰してくれって言ってるみたいなもんじゃん。そうなのかな。パラダイスとムクロのど真ん中だよ。それでもまだ潰れてない。まあ確かにそうなんだよね。どんなやつなのか見たいんだけど。そりゃあな、こんな感じの男だよ。かっこいい。その赤はパラダイスだな。あんたが白コムさんちのナルセ？ああ、そうだ。パラダイスが何しに来た？喧嘩売りに来たのか？いや、パラダイスはそんな連中じゃないでしょ。え、もちろん、マジかよ、意外だったわ。結構好戦的だな、パラダイスって。てぇ、あっぶねえ。うわ、ちょっと痛い。きついな、これ。まあ、尾形連れてきててよかったな。よっしゃ。よいしょ。これは一人ずつやんないと厳しいか。ああ、くそ。よいしょ。どっちも。いいよ、危ねえ。尾形の方が先にやられちまいそうだな、これ。尾形じゃなくて。いって。大丈夫か。いった。くそ。
あぶねえ。あー、尾形がやられる。まずい、立てなるせ。まずいぞ。起きろ。ナイス。よいしょ。とりあえずもうどっちか先潰さねえと。これ2対1になったらやばいな。いって。これかなりきついな。よいしょ。ちょっと待て。まずい。おら。あぶねえ。よいしょ。あぶねえ。これちょっとアイテム使うときついな。よいしょ。あぶねえ。尾形もちょっと回復したな。よっしゃ。うん、入った。よし。おっしゃ、尾形終わり。あ、尾形じゃねえや。堀田くん終わり。いってえ。くそ。いってえ。てめえ、この野郎は飛ばし。やっぱパラダイス強えな。起きろ。うわー、くそ。でけえな、お前、相変わらず。よっしゃ。あー、つえ。うれ。よいしょ。早くケアザマックスなんねえかな、レベル。よっしゃ。ナイス。よっしゃ。あー、つえ。ほいほいほい。いてえ。まずい。いってえ。死んだかと思ったじゃねえか、てめえ、この野郎。おっしゃ。あー、強かった。マジ強えな。俺に勝とうなんぞ100年早い。こんなとこにいるのに潰されない理由が分かったよ。笑ってんな、あんた。やばいね、強い、やばい。てめえらもやるじゃねえか、うちに来いよ。いや、行かないでしょ、こいつらは。正直こっちも面白そうだよね。名倉さんに怒られるよ。そりゃそうだね。悪いけどまたにするよ。いつも歓迎すんぞ。狂うもものは拒まねえからよ。いや、もうそれパラダイスなんよ。パラダイスと同じだね。名倉さんにも言っとくよ。また来るからそん時はよろしく。仲良くできんじゃねえか。あ、メールだ。完成中央公園の自分の足とに帰ろう。はいはい。てるか。パラダイス動く。揺れる完成中央公園。なんて？揺れる完成中央公園ね。パラダイス動く。揺れる完成中央公園。ナルセが縄張りにしている完成中央公園はムクロとなパラダイスが取り合ってた場所だ。ついにパラダイスもその場所を取り戻すために動き出した。今回はナルセの勝ち。だが次はどうなるでしょうかっていうことですね。どうなるでしょうね。まあ、とりあえずアジトに戻ってから、まあ、そこまでにしようかな、ストーリー進めるのは。お前っぽいな。うわっ、誰？あ、パラダイスってズボンに書いてますね。その赤、てめえパラダイスだな。こんなやついたか、パラダイスに。テイクワンでは出てないキャラクターだな。縄張りを取り返しに来たのかよ。いやいや、んなつもりはねえよ。かっこいいな、こいつ。イケメン。俺はパラダイスの OB 初代の頭だった。上条かな。初代の頭、かっこいいな、初代って。OB？ おっさんが何の用だよ。なんかめちゃくちゃかっこいいキャラ出るなっていくつ。さては下の門の仇でも取りに来たか。現役に口を出すほど落ちてねえよ。かっこいいな、こいつ。完成のど真ん中にチームを追ったれたバカがいるって聞いてな。スカウトしに来たんだよ。スカウト？え？同じこと言っちゃった。スカウト？お前ザ、ん？ジ・アウトサイダーに出てみないか。アウトサイダーマジか。ジ・アウトサイダー、あのアウトサイダーですか、もしかして。格闘技のイベントだ。え、マジじゃん。ついに来ましたね。有名ですよね、今ね。ブレイキングダウンでね、今出てますね、ジ・アウトサイダーの選手たちが。
あの G アウトサイダーですか、もしかして前田明日香さんでしたっけが作ったかどうか、あんま俺詳しく知らないですけど、リングの上でてめえの力と根性とカリスマをぶつけ合うんだよ。うわマジ、リングの上で自分を見せつける。はっきり言ってよ、俺らは世間から見たらどうしようもねえ。それでもやっぱり自分は曲げらんねえし捨てらんねえし、そんな奴らが集まって競い合うんだ。おいおい、聞いてるだけでワクワクしてくんな。だろ、お前の器なら絶対上に行ける。もし興味があるなら鳴海浜のホールに来い。うわ楽しみ、あー絶対行くからよ、待ってるからよ。うわ何それ、てかこいつかっこいいな、パラダイスの初代めっちゃかっけえ。仲がいいってだけじゃダメだよな、仲間を守れる強さがねえとよ。かっけえ、なんだこいつ、任せろよ、誰にも負けねえ。新顔にこんなにでけえ面させるとはな、うちのバカどもにもちょっと気合い入れて帰るか。ジ・アウトサイダーか、やばー、めっちゃテンション上がるわ。あのアウトサイダーだろこれ絶対ね。てかパラダイスの初代ヘッドめっちゃかっこいい。めちゃめちゃかっこいいじゃん、好きだな俺。あ来た、買い物。こないだ言ってた中華街で買い物に付き合うって約束覚えてる、関西駅の前で待ち合わせね、ボディーガードよろしく。はいはい、あかねちゃんからメール来ましたね。まあということで、まあもう一回まで入るか、そこまでやって終わりにしますか、もうせっかくだし。なに、嘘でしょ、またなんか来たんだけど、情報量多いな。ナルセはドイツだ。いや、KMA の皆さんが勢揃いで。俺がナルセだ。人の縄張りで随分と派手な登場してくれんな。俺らは関西ミッドナイトアーミー、KMA だ。かっこいいな。うちのチームに喧嘩売ったやつがいるって聞いたんでな。お前見てたろ。後ろに見たことあるやつがいんな。もう飯は食えるようになったか。チームのやつがやられて黙ってらんねえだろ。いやてかそうそうたるメンツだな KMA、 怖っ。つまりは仕返しに来たってことか。オスが黙ってろ。こいつがもしかして石丸か。いいぜ、俺が打った喧嘩だ。そっちの頭出せ、怠慢で決着つけようぜ。え、どういうこと、お前じゃねえのか。いや大須賀は確か違うよね。それともお前が頭か。あれ、お前は違うな。一番後ろの縦髪の野郎か。え、 KMA に頭はいねえ。あ、そうなの。おいおい話になんねえな。勝負つけられるやつ決めてまた来い。なんじゃそりゃ、たく派手に出てきた割に根性なしの集まりかよ。なんだこれ、おい、誰が根性なしだって。どういうことだ、頭がいないって。てめえらがだよ。うわ嘘でしょ、戦うの。いややばいって、回復アイテムなんもねえじゃん。いやちょっと待ってちょっと待って、え、まだ回復もしてねえの。いやそりゃないですって。ちょっと大須賀さん、ちょっと回復、あはは、回復させてよ。やばいってこれ、ゲームを舐めんねんじゃないよ。いや、これ無理でしょ。ちょっと。いや、やばいってこれ。いや、きつ。この状態で戦うのマジ不利なんだけど。ちょっとメール来てるし、この時に。何？これ終わっちゃうじゃん。え？完成に現れた伝説のカリスマ？何？情報量多いよ。ちょっと待って、これきついって。完成に現れた伝説のカリスマ、ジ・アウトサイダーに参戦中で、パラダイス初代ヘッドの上条さんが成瀬に会いに来たんだって。ジ・アウトサイダーへ成瀬をスカウトという噂も。みんな鳴海浜文化ホールに急げ。伝説のカリスマ、こいつもしかして一番強かったやつなのかな。やば、いやそれ喜んでる場合じゃねえのよ。いやこれやばいって、ふざけんなよ。いやきつ、ちょっと待って本当にきつい。いや、連戦も連戦だな。聞いてねえよ、こんな展開。ちょっと待てよ、これ。
いや、キッズ大丈夫かな、勝てるか、いって、ああ、いや、きついな。いや、本当にきつい。ああ、危ねえ。ちょっと本当にやばい。これマジできつい。よいしょ。いや、これ本当きついな。よいしょ。いや、きつい。いや、もうこれ完全にいって。ああ、よかった。あぶねえ。中断イベントが。助かった。あぶねえ、あぶねえ。なかなかやるじゃねえか。KMA は心のチームじゃ最強だ。なめんなよ。いや、強えな、こいつ。根性なしってのは訂正すんぜ。てめえが頭やれよ。このまま決着つけようぜ。ボスが、もうその辺にしとけ。え？行くぞ。いや、かっけえ！なんだ？喧嘩しに来たんだろう？てめえの面見に来ただけだ。あ、そうなんだ。よかった。命が惜しかったら KMA に手出すな。わかったな。うるせえ。俺はこの街で最高のチームを作るんだよ。俺に偉そうな口聞いたのを後悔すんなよ。いや、こいつら、めちゃめちゃかっけえな。いやもう外観よりもラスボスっぽいんだけど。パラダイスに向くのに KMA か？ごちゃごちゃしてきやがったな。テイク2の KMA が絶対ラスボスじゃねこれ。なんかもう KMA の方がラスボスの風格あるわ。完成中央行為の自分の足に帰ろう。いつになったら帰れんだよこれ。もうずーっと来んじゃん、もうストーリーが。こんなここ。蘇った軍隊 KMA。もうテルのブログを見て勉強しましょう。蘇った軍隊 KMA、 ついについに沈黙を破って KMA がナンバーワンチームを決めるレースに参戦か。これで役者が舞台の上に揃ったのか。そんなにすげえ連中なんだな。まあ確かに KMA っていっぱいいたもんね。いやもうこれやめ時わかんねえって。全然やめ時わかんねえ。セーブするために帰ろうと思ってんのにさ。もう終わるか、さすがに。どうだ、え？なになになに？今度は何よ？また？新しい女の子？おい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 。情報量多いな、今回。いい女だな。待ち合わせか？イケメンが来ても、ブ男が来ても。ん？お、本当に綺麗な人だな。あ？お、こっち来た。いや、マジで美人だな。君が成瀬くん？え、え？知ってんの？お、俺？俺は白コムさんちの成瀬だ。カッコつけんな。ふふ、思ったより可愛い顔してんのね。お姉さんか。あんたみてえないい女の知り合いはいねえんだけどよ。口がうまいわね。私、何これ、なんて読むんだこれ。読めねえ。クスの木かな？なんだ？京子さん？KMA の頭。え？は？冗談だろ。え？マジ？女が KMA の頭なの？嘘でしょ？もちろん冗談。元カノよ。え？いや、元カノ！おい、ビビらすなよ。彼女ってことは KMA に頭がいんのか？でもいねえって言ってたよな、あいつら。いねえって聞いたけどな。そんなわけないじゃない、いたのよ。過去形か。でもね、死んじゃったの。は？死んだ？嘘だろ。彼ね、事故だったの。いきなりいなくなっちゃって。マジかよ、重いな話が。みんなで彼の亡霊を探してんだよね。さすがに亡霊を呼び出して怠慢はできねえな。あいつらには悪いこと言ったな。ナルセもいいやつだよね。そうでもないわよ。あ？最近みんながあんたのこと話してたの。へえ。ま、ムカつくとかぶっ殺すとかだけどさ。いやいや、おっかねえな。元気になっちゃって。あ、そうなんだ。あいつら上等じゃねえか。一瞬でも気にして損した。
なんか楽しそうで羨ましくてさ。だから私もあなたを見に来たのよ。そっか、この人はまだ忘れられないのかな、元 KMA のヘッドのこと。これで私も話に入れそう。ムカつくからぶっ殺すとか済ました顔で言うのかよ。理由は、あなた私たちの敵なんでしょ。この人 KMA の一員なんだな。じゃ俺に襲われても文句なしな。 KMA が負けたら考えてもいいわよ。何？その言葉忘れんなよ。綺麗な人だな。じゃあね、成瀬くん、鳴海浜のコンテナ埠頭で待ってるわ。マジで美人だな。しかし相手が防衛つうのは強敵だな。綺麗な人だな。おい、あの人もヒロイン枠か。あ、メール来た。コンテナ埠頭に向かえ。いやいや、今から KMA に戦うの？もしかしてマジで忙しいな。あ、いい天気。今日も潮風が気持ちいいわね。今日も潮風が気持ちいいわね。なんだこの情報、少ないけどおそらく鳴海浜だな。くちゃらがね、多分行った場所のこと言ってんじゃねえか。そこに行けば会えんのかな。そっか、なんか複雑な話になってきたな。テイク2、いや、なんかテイク1よりもなんかごちゃごちゃしてんな。もうでも面白いよね。なんか正直テイク1のボスたちもすごく魅力的だったけど、テイク2のボスの方がめっちゃ魅力的だね。特に KMA がかっこいい。あと初代ヘッドのねえ、上条さんめちゃめちゃかっこいい。超強そう。あの人が初代なんか伝説のカリスマって言ってたあたり、相当強かったんだろうなってのがわかるよね。いやー、戦ってみてえな。まあいずれ戦うんでしょうけどね、アウトサイダーで。てかアウトサイダーが出てきたのもやばいしねえ。まあ格闘技詳しい人は絶対知ってるでしょうし、まあ最近はね、ブレイキングダウンの影響でアウトサイダーっていう名前もよく聞くようになったんでね、あんまり格闘技知らない人でも、まあ、知る機会のある名前に、まあ、知ることができるというかなったと思うんですけど、アウトサイダーっていう名前ね。まさかそのアウトサイダーが喧嘩番長5で体験できるとっていう感じですね。朝倉未来さんとかね、路上の伝説であったりとか、まあ、キングオブアウトサイダーのね、圭之助さんとかね、いや、まあ有名な方いっぱいいますけど、そのアウトサイダーですよね、きっとね。いやー、なんか楽しみなこと増えたね。テイク2面白そうだね。いや、まあストーリー気になりますけど、メインストーリーの方もとりあえずはね、まあ女の子のイベント進めて、それからちょっとメインストーリー進める前に、まあ鳴海浜におそらくあの女の人いると思うんで、潮風がどうのこうの言ってたから、その流れでちょっと文化ホール行って、アウトサイダーの方もそっち先に進めようかな、気になるんでね。はい、ということでご視聴ありがとうございました。